と何秒後に始めるんですか。もう始まってるよ。危ない。あれ3分も経ってんの。うん、誰だ2分になってるやろうって言ったやつ。はい、ということでね、TNG ラジオ第これは14回目かな。14回目よっ、拍手的に、ね、シーフードヌードル食ってるところで、うん、分かるね。14回目ということになるんでね、まったりと、うん、まったりとやっていきますよ、うん、やってみましょう。ということでリプテンです。ハオさんです。あ、ネルです。イミキです。いい歌って今そう、今ね、ハゴさんとミキはちょっとお酒を、ビールです。晩酌をしよう。一番搾りです。私、金麦をちょっと。で、ネルさんはシーフードヌードル。で、乾杯するよ。ネルさん、乾杯する。で、俺、おいお茶。ということでね、ちょっと、それを、まあ、ゆっくりやっていきましょうよということで。はい。今日もコメント返し。そうだね。増えないもん。いまだに、できてないでしょ。できてんの、うん、でもね、前回から。その話まだだから15回という節目でやるっていうのも手だよ。まあ届くの今回はでもまだコメントがねやっぱねいっぱいいただいてる、はい、ありがたいことに大量にいただいてるんでね、はい、やっぱそれは返していくのが我々、うん、我々の領域です、うん、言われたもんね。稲川博士がやったらその分の思い返せないからね。そう、その時はね、あ、コメント来ねえな、悲しいなって時にね、バーッと押し込む。だからそのほら生放送でもやれたじゃん。生放送でもコメントちゃんと拾ってくれるってありがたいって、うん、嬉しいって言ってるのかも。正直ね、有名実況者になったら、ね、拾ってる余裕がないんだよ、多すぎて。そうだね。だからね、その時の場合の俺の一つ考えてること。一人コメント返し、一人ゲーム。全部言ってくるのね。そうです。あ、ブブ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 最初になんかロゴかなんかつけてくれた人はメインで呼びますよとか、まあ、そういう系で区切っちゃうのもありっちゃありね。スパチャ決めたらとか、まあ、やってる人はやってるだろうですよね。まあそんなのまた後先かもしれないし、ね、私たちはこまめにやっていきましょう。流し見する人は、こまめにこまめにやっていこう。まずはね、一つ一つを大切にしていく、ね、小さなことからやっていきますよ。小さなことからずかずかと。土足で入ったぞ。完全に土足だよ。じいさんのことから聞こえて、じいさん。ナチュラルにゲップした。じいさんのは。じいさんゲップ。さあということで、コメント返しの方をやっていきたいと思います。はい。うつろな目をするんじゃないよ。TNG ラジオ。はい、ということでね、今の何か入ってる返しの方をやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ちょっとね、ミキの話から、ね、全部聞こえないんだよね。なんかね、フィルターがかかっちゃってね。ミキさんが、おいパンダ、ミキマジでおいでみたいなフィルターがかかっちゃって、おいパンダということで、全無視ミートオンライン、ということで、コメント返ししたいと思います。はい、お願いします。ネアマグケ、いいね、おめでとうございます。自分はシャトとリバリーと、サビトリしか作ったことなかったなということで、一番初めのやつしか俺覚えてないもん。シャト、まあ、多分ミキがとか作れるやつじゃなかったかな。攻略もオンラインジョキャラのやつだった、うん、ちょっと攻略もオンラインクルミンぐらいかな。ルクミン、ルクなんでクルミン系の名前でしょ。確かにさ、イントネーションが似てるかもしれない。あのアイドルかなんか、これさ、一文字書いてごらん。クルミン一文字書いてごらん。ピクミン、クルミンダミン、ルクミン、ピクミンだよ。散ればいいのに。何ピクミン、え、黄色ピクミン、めちゃくちゃ電気に強いよ。ピクミン、そうだね。レアマグはね、あの、うん、随時作っていく予定でございます。レアマグ作ってた方が強いのかな。さっき言うけど、うん、ミキと俺は完成した、うん、で、ネルさんは攻略本に見捨てられた。俺見放されてよ。見捨てられてたんだね。あのね、このね、ファンタシースターオンラインエピソード1、2、アルティメットクエスト、レアアイテム編、ドリマーがね、ソフトバンク、キュービスト編って書いてある、このソフトバンクパブリッキングさんが作ったやつかな。はい、まあ、これ代表的な、まあ、もう攻略本なんだけど、その攻略本が、ね、今更になってミスがあることに気づきましてですね、それがですね、セクション ID と条件式246ページの進化型レアマグのところでですね、はいはい、スカイリー、イエローブース、ピンカルのところ と、パープルナムとグリーンニルとオランがあるんだけど、これの、スカイリーがいるところはパワープラスデックスイコールマインドプラスディフェンスっていう、まあ、足して50足して50でそれを足して100になればいいんだけど、うん、このパープルとグリーンニルとオランに書いてあるのがパワーとディフェンス
でイコールマインドテックスなんだけど、これがまさかの逆っていうね。あのスカイリーがやんなきゃいけない方が、まあ、あのパワーとディフェンスでマインドテックス。これ攻略本見て確実にネルさん、あのちゃんとあの攻略本にパワーとディフェンスを50にしてマインドデックスを50にしてちゃんと100にしたんだよ、うん、なのにならなかったからおかしいなと思っていろいろ攻略サイトとか見始めてたら全部あの逆だった。ここがもう逆なの。そう、あのパワーデックス、マインドディフェンス、スカイリー、イエローブース、ピンカルっていうのはこれはやんなきゃいけないのは本当はこっちなんだ。パープルナムとグリーンにいるとオランの方だったって、だから攻略本が思いっきり間違ってるっていう、攻略本が詐欺っていうね。これ別のやつにはさ、なのにだよ、なのにだよ、なのにだよ、うん、俺は間違えなかったんだよ。それが分かんないんだよ、なんで俺間違えなかったんだろうって今ずっと。あ、間違えた間違えたってずっと言ってたじゃん。間違えた間違えた、え、でも間違えてない、あれ間違えてねえわ、でもなんで間違えてねえんだって思ったのか分かんなくて、でもなんか間違えた気がしたんだよ。あれなん、これさ、もしかしたら日程に渡してたら俺できてた。あ、よくばできてた。ネルさんも、まあ、ネルさんは思ったね、多いね、そのね、148違う攻略本、これはどこの会社だ、ソフト、ソフトさん、ロドマン、やらかソフトさん、や、やわらかソフトさん、やわらかソフトさん、どう、これ、合ってない、あれ、ちょっと待って、これ合ってる、待って、待ってね、それちょっと攻略本の名前言って、はい、ファンタシスタオンラインエピソード1、2プラスプレイヤーズガイド、オラ、ラグオルの歩き方、はい、ということで、ちょっと見てみましょう、せーの、はい、合ってます、ね、うん、パープルナム、パワーとデックス、やっぱ違うよ、ほら、パワーデックスディフェンスマインドになってんだ、ディフェンスマインド、ん、あ、違う、うん、こっち合ってんだ、こっち違う、こっち合ってるはい、ラジオを聞きの皆さん、こんにちは、編集中にこんにちは、ということで、なぜネルさんがダメだったのか、なぜネルさんがミスったのか、あとハコさんがなぜミスったのか、なぜ俺だけが成功したのか、はい、その理由が分かりました、ファンタシスタオンラインエピソード1、2アルティメットクエスト、レアアイテム編の攻略本はですね、僕たち2つ持っていまして、はい、で1つはものすごくビリビリに破けてるやつと、もう1個普通に新しくなんか綺麗なものが売ってたから買ったんですけど、はい、原因が分かったのが、この新しく買ったやつ、新しいと思ったらこれ初版版、うん、まあ最初に出た攻略本としてのやつが、はい、このその後に出た10番のやつとマグが全くその逆だったということが判明して、はい、だからそのハコさんとネルさんは新しめのこの、まあ新しめっつっても一番最初に出た攻略本を見て、やってしまって、うん、逆に僕の方が10番の方を見て成功したということが分かりました、ね、うん、はい、という報告でした。はい、ということで引き続きラジオの方を、よろしくお願いします、はい、ということで、次行きたいと思います、はい、どうぞお願いします。薬屋の怖い顔のお姉さんは必要な時に必要なアイテムを売ってくれませんよね。マグ育ててるのに不憫なので貴重なものを売ってる時は買いだめしています。わかるわかる、あの姉ちゃん、あの場は取り見るとおかねえんだよ、たまに俺一人でやる時に買うじゃん、保管すんじゃん、買うじゃん、地面置くじゃん、買うじゃん、地面置くじゃん、買って持っていくからそれはソラートマイザーもね、うん、ね、まれだもんね。俺さ、この間さ、最悪なことって、ボス戦をさ、まあ死んでさ、何回もリセットして、うん、トリメイとか売ってないって時すっぱい、せない、パ嘘だろって思う。そういう時ってやっぱテレパイプ、向こう行ってテレパイプで戻ってってやったら、まあ確かにそれで売ってたリメイツだけ置いて死んできた、うん、素晴らしい。しかもそのレベルによってモノメイトが売らなくなったりとかするんだけど、別によくねえと思わない、売ってくれても、正直さ、アンドロイドはさ、回復手段っていうのがさ、免許しかない、そうそうそう、でもほらハンターはさ、レスタっていう存在があるじゃない、うん、ヒューガーね、そう、 TP プラスメイト使っていけるけど、うん、こっちとらね、メイトオンリーだからね、特にそれはきついよ、フォースからすると、うん、よっしゃ、買いに戻るじゃん、見るじゃん、ディフルイドオンリー、そう、よくあるね、ディフルイド、うん、トリフルイド、うん、ディフルイド、うん、うん、うん、つって
入って龍華使って戻って待たないの俺それ5回繰り返してやっと出てきたの。そういうのがね、まあね、あるからね、一人だからこそできることではあるけど、まあまあ思うよね、置いてくれ普通に、全部マジでなんでって思う。まあそういうのがね、ちょっとあるのがね、大変っていうか、まあレアマグ作るのにはちょっとね、大変な一面でございます、うん、じゃあ次コメントいきたいと思います、はい、次が、やっぱレアマグって作った方がいいんですかね、今まで作ったことないのでどうしようか迷い中です。まあレアマグ別に作んなくてもいいと思うんだよね。あれってステータスが上がるのあれって、そんなわけ、そういうわけじゃないんでしたもん。ね、見た目ビジュアルが変わるからじゃない、まあ、見た目がまあかっこいいのとマグだからレアマグだからっていうのもあるんだけど、うん、レアマグの内部のあの支援の支援が強いんだよレアマグは。ああ、ね、そこか。な、どこ行くんだよパペットまで攻略本が飛んだ。すごいよ、生きがいいよこの攻略本危なかった今ここに当てそうだった。そうだね、俺もちょっとそれが心配だっただから俺ポポンって言ったらここだったら危なくなかった。うん、正直でもまあ、他もそうなんだけど、まあ、大前提でレアマグ作っといた方が、まあ、一つの目標にもなるから、作れるんだったら作ってみるのもいいと思うし、まあ、まず余ってたりやってみるっていうのもありですよね。俺の前でマグの話をするんじゃねえ。いやマグね、もうこっちないかな。皆さんでもそのどうだろうな、自分のステータスを決めたいんだったら、うん、突出させてそのパワーだけ、デックスだけ、ディフェンスだけ、マインドだけみたいなのは作ってみるのもやっぱりいいと思うんでね。だから1台目は突出マグにしといて、2台目に、うん、ハンター、俺ハンターだからマインドちょっと上げたやつと使ってみるとか、そういう考え方もありっちゃありだと思う。それにほら人間型の方がさ魔法使えるじゃん。そうそう、だからマインドだけガン上げしたやつを置いとくっていうのもね、なんか技覚えるためだけとか使えるし、パワーが上げしたやつが命中力薬になりそうそれ悲しい、残念。まあということでね、一つの目標としてやっぱレベルアップが一番の目標なので、その間にやることがないこれをやってきて、そのプラスまたもう一つその目標としての使えても消費するとその分愛着が湧くっていうのがありますからね、いいと思いますよ。ないちゃくいいぞ。はい、俺レアマグじゃなくて普通のやつも好き。シャロップ。かっこいいやつだったな。はい。いやことでじゃないけど、ちょっと来てくれたよ。喋らせろ。さあって言ったらもう次だ。はい、さあ。さあ。まあね。ちょっとムカついたでしょ。散ればいいのにと。まあレアマグはね、作ってみるのもいいですよ。ということで。またなんか喋ろうとしたな。一気飲みさせるぞ、飲み物だから。さあ、ということで、てか、行動うるさいんだもん行動は見えないからいいんじゃない。次行動行くの ということでね、次はテイルズですね。はい、なんだこれ有能操作ラーリング何でもできちゃうんですよね、時々クラトスが戦いをサボってますよということで、これサボってました。あの時だな、ケーキみたいな名前のやつが捕らわれちゃって、ショコラ、そうクスクスクスやろ、あいチョコレート一家だチョコレート一家よ、助けように行ってる道中だね、道中ですね。あれはマグニスがパルマコスタから帰った後なんですよ。うん、いやね、正直な話ね、あいつは分かったよ。自分のことしか考えてないよ、チョコレートやろう。そうだよ、ショコラだ。次ショコラあったら、あれだもん、服一平貸してやろうと思う。一平貸して、そのまま吊るし台に乗せて、ウェーって叫んだよ。で、屈伸すんでしょ。そう。お前のばあちゃんを化け物って言う。俺が嫌なやつじゃねえか。殺したのは俺。ロイド号泣。嫌なやつ。だからあれでしょ。お姉さんがパーンって叩くでしょ。パーン。いい加減になさい。ウィーお前がやるんかい。いや首。これ良くないわ。でしょ。で、クラタツもやれやれとか言ってくる。ウィーってなっちゃう。みんなでね。で、吊るされてるそのね、ショコラもあんない。ウィー仲良くなったやん。ガシって握手して。イエスとか。炎でバーンでしょ。結局全死ねばいい。ソーサラリングでバフンと。炎バフン、ね。服だけ燃えるっていう。クラトスがね、なんか知らないけどね、近接に来ない。なんか回復魔法使ってくれるのがいいんだけどね。うん。そうだね。前出て邪魔っていう。うん、めめえせやでしょ。
命令っていうか作戦次第で、まあ、近接主体っていう風にやってはいないけど、うん、クラトス使うじゃん。そうなんだよな、ボス戦だったらねクラトスも使っていいかなと思うんだよ。だ別に縛ってるわけではないからなんだけど、ほんと獅子閃光が大好きで仕方ない。獅子閃光ね、獅子閃光って吹っ飛ばすんだよ。起き上がったら無敵しかないから、ペンペンやられるんだ。あれでしょ、あの水のステージの時でしょ。そうそうそう、なんか長いスライムになんか触覚めっちゃ入ってなんかぐるん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 回りながら攻撃してくれるでしょあれね気持ち悪いよね。人手はまんま人手だし、あれ面白いな。交互期待ね、名前書いて交互期待。じゃあ次、うん、アルトマイツスキーハウス、はい、2回目ですね。2回目、ヒャーサムネ、おーやったぞ、おーやったぜっつって死んでいく姿の俺ね滝のステージ、お母様がほぼ毎回自殺してます、してるよ。あれゴールしたリプテンさんはすごいということで、あれはすごい、最後の最後、あれなんで池だったいやもう奇跡だよ。俺だってもうあそこ無理だったもん。なんかあの回転する刃物みたいなのあったじゃん、うん、あれが通り過ぎた時にそれにあったその四角いブロックをカビキックしていくじゃん、で登るじゃん、うん、で目の前に自分がつけて有刺鉄線があんじゃん、怖いと思ってちょっと離れてジャンプしたら前に行けた。もう俺はあれはね、あっぱれだった。あれはいけないもん絶対確かにね、言われたかったけどね、お母さん自殺しすぎなんだよ。そう、見て、もう一回見てみたんだよ編集した身だからね、うん、で編集した後に自殺しすぎを見てみようと思ったらずっとね、お母さんだけは見てたの。あの、ね、70% 自殺してるからピューピューピュー、ジャンプできないよって、死なさいよって思う。違う、でも確かにね、ジャンプのタイミングはね、あのゲームなんか難しいんだよ。難しいし、焦るからもう一回ジャンプしちゃうじゃん、あはははでもやっぱりね、あれね、マリオやってればできるんだよ、マリオ、ね、初代のマリオとか、初代のマリオが一番いいかもね。クリアしたことがある身だから、あれはできた、うん、初代マリオやりてえな。でもね、あんだけ妨害されたらね、誰だって死ぬわ。で妨害の仕方かかってた俺の妨害術ね。すごいよ、人がもういろいろぶっつけて、よしこうすれば誰々がきっと失敗するぞ、うん、ダダバリドボン、そりゃ最後まで残してますもん、うん、うん、あれやられるとちょっとイラつくよまあちょっとあの一番こうしてるんだ、あの一番汚い心持ってるやつって。でもあれは戦術だから、戦術ってでもさ、戦術っつったらさ全部よしにならない、ゴールバンと、ね、人それぞれだからって言ってるのと一緒だもんね個性だからさ、うん、すんごい嫌だ、もうすんごい嫌だ仕方がないよ、だって鶏だもん。うるせえコンビーフいやコンビーフじゃん俺飛べんねん鶏だから仕方がねえ。飛べ、俺アライグマだぞひたすらこうだぞ。もう羊か、ジャンプしてるのが不思議だ。ひたすらこうすんだ、みんながこう、みんながこう動いてる。あのアライグマだけずっとこうで、馬がこう、あの、動いてゴールするんだ。ミキゴールしてないよ。え？わーって、ほんとミリだったんだよ。ほんと、あとこのくらい近づけばゴールだったのに、ゴールできてなかったね。そう、まあそこの、あの映像を見ていただければ分かると思う。あれは地球の外1か2だね、2の2です。んよっしゃ、じゃあ次行くか、行きましょう。次はね、だトリッピーと戦った時ですかねトリッピー、トリッピーか、うん、通称トリッピーになってるけどさ、俺からしたらあのガルグリフォンっていう名前よりもトリッピーって言われて教わったからトリッピー、え、シマジロウのあれ出てくるんだと思って素手を一回持っていやいやバスカそんなわけはってバッて出てくるじゃん。あ、トリッピー来た、え、トリッピートリッピー、トリだ、トリッピーはあ、あまりにもでかいよね。トリッピー。いつからトリッピー俺らが小学校の時から。そうだね、俺が多分幼稚園ぐらいの時に一緒にやっててトリッピー来るよって言われてから。トリッピー歴は15年だね、彼はね。トリッピー歴ね、多分15年以上だね。あるね。うん、じゃあ彼はもう。多分ね、PSO2 の時にさ、あのさ、あ、こいつが来るっていうさ、情報があった時、コメントバーって書いてあるじゃん。どっかにトリッピーって書いてあるじゃん。絶対書いてあると思う。あのね、あいつが3人したのだいぶ前だからわかんねえコメント見たらさ、トリッピートリッピーって書いてたんだよ。トリッピー来たーっつってね。じゃあもともとあだ名として定着してはいた、ここの呼び名だじゃなくて、ここの呼び名だよ。そうでもトリッピーだよ。誰が一番先輩かないや、ゆ兄貴だよ。兄貴だねゆう巡礼はかっこいいですよね。レンジャーメインでやってる自分的にはウォルス MK2 とかソリュアンド系いいよねと思っちゃったんだよ。レンジャーやってたことあるから、
顔落ち着けって怒んなって、うん、すいませんぞ。いいよ、一歩無駄になるってことだよ。あ、待って、でウォルス MK2 とかエランド K、フォーティンコンバットか、うん、とかが好きですってことね。まあ巡礼はかっこいいとこはあれだよ、テンペストね。今のところ最高活戦力なんじゃ、うん、あいつが、うちのテンペスト、ね、テンペストバルカ、おかしいもん、おかしいもん、俺レベル上げしてたんだよ、で急にお腹が痛くなってね、リプテにボスを任せたんだよ、うん、帰ってきたら終わってたんだよ。5分いいかと思いますか。俺ね、あの前レンジャーでやってた時に、うん、あのショットあんじゃん、うんうん、あれであの奇跡的にね、まあ信じがたいかもしれないけどサンダーショットが出た。今俺持ってるよ、雷落ちるやつ、うん、そうそうそう、俺持ってるよ。あのショットってさ、ほぼみんなにやったんじゃん。サンダーランチャー今俺主力武器で持ってるよ。サンダーランチャー、ランチャー、ランチャー、ランチャー一体のやつ。いや、ショットの方じゃん。ランチャー、ランチャーはあのショットが強くなった。あー、そうか、あかんのやつ。そうね、あれのサンダー、あれ面白くない。全員にバーン。落雷にも程がある。違う、だって俺の武器さ、まひらせるわ、雷落とすわ、雷落とすわ。本当だよ。どういうことなの。マシンガンも雷でしょ。テンペスト、テンペストバルカ、ね、雷大好きだね。しかもでもね、雷強いんだよ、それが。うちのサンダーランチャーね、何がおかしいってね、ほぼ1個以外に全部にパーセント振ったんだよ。それがすごいよね、 20%15% とかさ、うん、それがこまめに振られてる。そこにヒットがあればもっとよかったかもしれない。まあ正直な話、今ネルさんが一番それ強いからね、今後先もっと強いのが出るっつったらねえんじゃねえのと思う。ネア向きだろうね。うん、あとは巡礼屋だけど見れない、ね、ネルさんのことを見れないって言ってた、あれがめちゃくちゃ強かったって。なんだっけあれ、うん、メスターでチャージバルカ、チャージバルカ、あれが強いねやっぱり。うん、なんだかあまり始めるとレンジャー普通のレアアイテムよりも銃の方が強いっていう。チャージバルカンってメセターを消費して撃つ銃なんだけど、うん、あれが強いんだ。あれエクストラアタックで、メセター消費して威力高くないあれ。だって200メセターに消費するけど、うん、大体の攻撃がエグい、うん、チャージ系って基本威力高いはず、高くなるからね。5600だよね一発で。それがダダダダンダダダダンダダダダン333で9だった。はい、今振りどうせ、だってね、一体なんて即死だから。まずピストバルカンもなんてやばいよ、髪の毛で。ネルさん命中力高いからほぼ当たるんだよ。あの、して超楽だったよ。バルバリーがね、ハードのバルバリーがね、めっちゃ強いんだよ。トイレ行ってる間に終わったもん。やばいね、恐ろしい。だから弱っつったネルさんがその雷やるじゃない、俺が横でギゾンデをずっと打ってます。それだけで勝てる。うちらはハンダが打ちながら楽だな。おいおいハンター。ただ一言、おいハンターで。まあハンターそんなもんだよ。まあボス戦だってハンターは戦うよりも肉壁がメインだから仕方がない、仕方ない。ということで、はい、じゃあ次行きましょう。そうそう、ガルグリフォンお疲れ様でした。改めてフォニュエールを育ててますが、防衛面が神なので、一人はきついですね。ハコさんみたいなのが分かります。まああいつね、ハコさんが使ってらっしゃるのはその支援弱さったらないね。確かに強いんだけど、うん、今の HP 220ぐらいでしょ、うん、低いよね。いや確かに、なんだろう、フォースは高いイメージは確かにないけど、確かにはねえけどもだよ。ないね、うん、渋い。この間一点と二人でさ、あの行動行ったじゃん、うん、なんで俺らさ全員と公園入れ替わったの。全員公園、うん、え割とマジでそれで立ち回ってたよね途中。見た目が肉壁だからっつってさ。いや割とマジでそれでなんとかなってたんだよ。いや大事だよ、俺が多分周りを見てちゃんと打ったからってあると思うけど、なんだかしらネルさんの強引さがすごかったよ。ようって言ってどうにかなってるからすごいんだよ。君そういうハンターに転職しない、まあ、2人に言う場合は、おいレンジャー、おいハンターだよ。実際だって俺だって レンジャーで持ってるさ、うん、DB の剣の代わり持ったもんね、うん、もえ持ってたの、持ってた、うん、DB の剣のやつなんだっけ、あれカラドボール、カラドボールか、赤いやつでしょ。
あの赤のセーバーあれ持って遊んでたら、あれね、火力出んじゃんって言って、いやいやいや、単に銃も使うよりそっちの方がいいんじゃねえか説が出て、で、2人、あのギャランゾーだっけ、うん、お二人で、よーって殴ってね、あのね、いやいやいや、ボッコボンじゃないから、あのね、5人ボロボロだよ。いや、レンジャーよ。いや、笑っちゃった。うん、分かるよ。近接持ちたくなる気持ち、ね。俺も元レンジャーだからな。分かるけど、ちゃうねん。俺でもレンジャー使ってる時、基本、あの、バリスタと、うん、あと持ってたのがハイヒール。あの、俺ですね。俺もライフル、長すぎてもうハイヒールって呼んでんだけど。青いね。青い、スナイパーライフル。スナイパーライフル。でさ、攻略本に載ってるよ。うん。これでさ、あのポニエル、俺の話でしょっていうか。うん。そうだね。そうだね。もう防御面が紙なので、あの紙よりもボロボロになったね。あの。あのオブラート。オブラート。そうそうそう、オブラート。水に溶けるオブラート。そう、それぐらいの防御力しかないもんだから、きついよ。もうだって、もうドーン来る。ドン来る、ドン来る、だから逃げるしかないから。ガルグリフォン戦は面白い。ドン来るよ、ドン来るよ、剥がされてきて、逃げてるよ、逃げてるよ、来ないやつ、来ない、あ、離れた意味。だって俺、あいつの攻撃一発食らったら確実に、あの、死ぬよ、You dead だから。いや、どこのダークソウル。あの、確実にね、アウトなわけよ。だから、まあ、2のボスだってさ、うん、あの、オルガフローさんだってさ、俺さ、ほぼワンパンだろ。そうだね。そうだって。ノーマルで生きてて。ワンだってそうだろ。ノーマルで生きてて、確か天罰あたりが食らって即死してるんだって。俺天罰即死だよ。俺光耐えて。ウェーイ、ハコさんに近づいて回復しようって言ったら、カゴで言う。でも、カゴだけど。あの、姉さん、俺はすっげえ近くにいるの。はい、ハコさんに回復してもらおう。ドーンって俺にだけ直接。ボーン。しかも姉さん体力少なかったから、死ぬところだった。おぉ、すごいよね、リアルラップでね。てかマグで復活するってのもあるし。ていうか、ネルさん絶対さ、AT フィールド張ってるよ。わかんない、ネルさんフィールドかもしんない。うん、たぶん今だったらね、こいつに体力あるしね。俺より全然体力ある。知らねえんだよ。レベル上げすぎたよ。そう。いやね、ネルさんのリアルラップは PSO でも輝いてるね。そうだね。そんなネルさんはすごく努力して今58レベル上げたから。59レベルです。59レベル？あと1レベルだよ。なぜか知らないけど、俺ネルさんのことを1個下げちゃう癖がある。そうだね。うん、だって年だって下げるじゃん。そうだね。今だって35でしょ。上げてんな。一回り。超高いね。一回りちょいだね。おじいちゃんだと思う。おじいちゃん、リアルおじいちゃんにいるから。なんだ、ボソボソにするぞ。ということで、次、はい、最後にしようかな。ラストだじゃん。時間的にラスト。さあ、ということで次、はい、最後はタイロス。青い。チキン野郎の一個前ね。あ、チキンマグニスの前。チキンマグニスの一個前だ。チキンマグニスの一個。チキンマグニス。じゃあまあ行くよ。はい。パルマコスター人間牧場、確か兄貴がどう頑張ってもワープ地点から越えられなくて攻略本買ってました。え、わかる。ここからジーニアスは中級魔法を覚えてきますね。水さん、獅子閃光を使ったあの複合特技、僕大好きですって言われるけど、どんなやつ。獅子閃光、獅子閃光とあのジーニアスのファイヤーボールの次のね、術があるんだけど。ご飯イプシロン。違う。え、愛してるわ。あ、それアイシクル、アイシクル、アイシクルはね、確かなかったんだよ。レーザービーム。アイシクルの次の術もちゃんとね、あるんだけど、それを使った複合特技はなくて、ファイアーボールの1個次に出てくる。マグマボールとか。サンダーボール。サンダーボール。あ、ダークボール。ライトボールか。マグマボール。どうしてさ、そして変わるの？ドロ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 。ファイヤーか。その次の技。モイエボール。メテオボール。それ本当に最後の。しかもちょっと似てるしね。似てよ。そんなのあんの？ある。言うなよ。言わないよ。言うなよ。絶対言うなよ。分かった。インディグネーション。あれもう、あれどんどん知らない言葉があるんだけど、多分あるんでしょ？あるよ。五三、五三家の一つで。五三家と言ったら、ファンタ、橋本奈々美さんと。そっちじゃねえ。姉妹さんと。はい。あれ？どうなんですか？純粋にポケモンが来ると思う。橋本ポケモンかトトロかな、あとモンストかなって。
知らないです。そうだね。じゃあポケモンで言うと。ポケモンで言うと、人影。人影。不思議だね。不思議だね。全員が見えるね。進化してる。俺進化しちゃった。新しいさポケモンのさ登山系って何かわかる？田中角栄。田中角栄ね。田中角栄で三つ田なんだから。まあ、インディグデーションと、まあ、さっきのメテオなんちゃらと、まあ、もう一個、まあ、他にも、まあ、シリーズによっては違うけども、うん、エンシェントカタストロフィー、いやさ、それは違う。その技ってさ、うん、ベスペリアじゃないよ。ベスペリアはあったかな。リザ、インディグデーションは、インディグデーションはリタがさ、リタってさ、火のなんか呪文とか使ってなかったっけ。何でも使うんじゃないの。あの子は全属性の、あの子超頭がいいさ、一人ぼっちの子じゃん、まあ、そうだね。あの子全属性使えるから、あのエンシェントカタストロフィーになって、あの四属性合わせた攻撃やるそう、テイルズオブベスペリアならやってたからさ、ベスペリアね、小さいちょっとだけ途中までやってね、話聞いてなかったもんだからね、はぁ、わからんってやめた。そう、俺最後まで一応終わらせて、話聞かないとダメだな。だからベスペリア2年後だって、早くて来年だよ。来年は PS4 で出るからね。いつだっけ。そう、来年、今年中には出るんじゃない。今年中にじゃあ終わらせなきゃダメじゃん。週3投稿になるよ。じゃあ、ドラゴスモーだってやんなきゃいけないから、ね、あの、明日12時間実況撮ってね。あ、っていうかさ、もう同時進行しちゃうじゃん。あ、ベスペリアと。それいいじゃん。ただ編集めっちゃ大変だった。あなたがいいならだけどね。いや、やってもいいけど、てか俺話ごっちゃになると思うよ。うん、何パーセント進行度、まあ 15% ぐらいかな。言わないで。うん、そんぐらい、それぐらいなら言わないで。 15% いや言わないで。 18% だってまずヤングが出ないんだから。え、ヤングも出てなければ。ヤングだって半分いくちょい前ぐらいよ。だって俺だって大塚先生も出てないじゃん。秋尾先生もだって一番最後だもん。そう、まあ、私もあのシンフォニア見させていただいてるんで、まあ、頑張っていただければと思っております。はい、まあ、というかもう今現在の問題点といえば、あの前回実況を撮った時に音声だけが取れていなく、あの2時間ぶっ続けて撮ったやつを全部カット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 で1話にまとめている、2話にまとめている最中なので、まあ地獄っていうのがあります。それは相当先だろうね。あの相当先よ。戦闘面では全く問題ない。ボス戦がちょいちょいきついぐらい、レベル上げをね怠ってるっていうか、のしてない。俺はその時にね、なぜかね夢でね、この人らにレベル上げを手伝わされる夢を見たんだよ。そう、怖えんだよ。レベル上げをしろよって言われてレベル上げされてたの。うわー、怖い。PS4 のレベル上げのしすぎる原因。それが終わった直後の実況だったのと、その声が耳に入ってたんだろうね。そうだね、レベル上げがなーって。俺は地獄を見たよ。マジの悪魔だ。嫌だって。苦しい悪夢だ。あれって最大何人でプレイ。4人で。4人だよね。もしあのきつかったら呼んでいただければ、操作教えていただければ。そこからずっと黙ってる。あのボス戦だけ俺ガチでやるから。黙ってガチでやるから。ニコイチやった時俺がやってたよね。やってたやってた。君誰使ってた。ね、マグニス。シーナだよ。シーナ使ったっけ。シーナだよ。チキンマグニス。ナミの声の人か。ナミだってボルト戦だっけ。ボルト戦やってた。ボルト戦やってた。あいついつになったら仲間になるんだよ。え、そろそろなり。早くなれよ。行っちゃっていいぞ。そろそろ何だろう。ジュニオン。ゴルド戦で確かみんなでやって、俺あのシーナ連れて行かなきゃいけないから、お前使っとけって言われて俺に押し付けられたんだよ。いけるしょ。シーナ知らないようにってこと。知らないようにってより、いないといけないっていうのがあるから、うん、その初期メンバーで。あ、そうなん。逆にさ、シンフォニアは2人でやっててさ、ベスペリアから4人でやると思う。あれだけど、で基本的に俺とミキが前にいて、その後ろに2人がいるみたいな形の、それまあいいんじゃないかなと思うし、俺確かプレモだからね、使いやすいしね。俺また今度、また今度は時間も42分です、ね。そうだね。まあ、だいぶカットして30分ぐらいになってるでしょうが、コメントの方こちらで終了したいと思います。はい。はい。いや、今回もまたコメント大量に読ませていただきました。誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげでね、ラジオがね、コメント本当できて、本当ありがたい話ですよ。たまにはやっぱ変えた方がいいかな。なるほど。コメント返し一回止めるとか。私の好きな〇〇とか、やっぱまた入れる。やっぱ怖いやつやるかい。怖いやつやる。この後撮る。この後撮るの。俺ら寝るぞ。寝る。いや、それか明日撮るか。 PSO やるぞ。俺一人で撮る。
明日とかその音源だけそうそうそう向こうでとりあえず撮るだけ撮っちゃって。やだよ。え、そういうこと？それ再生するの俺らここで。そう、俺絶対ここにいないから。その時そうだね、全然やだよ。じゃあ明日にでもちょっと撮ってみようか。明日撮ります。明日撮ってみよう。コメント返しは待たなくてもいいけど、はい、まあ、改めてコメント返しさせていただきありがとうございます。ありがとうございます。またこれからもどん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 、ね、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでまた次回、はい、次回こそは怖い話。怖い話、品川保子さんがあのひげを生やして登場するでしょう。いや本当に見込んで見込んでってポーピーポーピーポー。次、止まります。アクセンの内側まで止まると。はい、じゃあということで、はい、また次回です。はい、こういう話でお会いしましょう。ということで、リプテント、それでも喋ってみて。せーの、ハコちゃんとネルとミキでした。お疲れ様でした。お疲れ様でいい。お疲れ様で。これ飲まない？飲むよ。だから開ける音ちょっとやっちゃえば、最後の音として。これは迷惑。うるさいね。すんごい跳ね上がったこれいい音として使われるのだろうか